皆さん、こんにちは。三田女子高等学校吹奏楽部です。私たちは2年生18人、1年生19人の計37人で、きらめけ三田女子スマイル、届け心からの音楽、全国大会金賞という目標で、顧問の木村先生、鈴木あゆみ先生、柳先生、金井先生、飯村先生、鹿島先生、木内先生のご指導のもと、毎日明るく楽しく活動しています。本日は私たちの心からの音楽を会場いっぱいに届けられるよう演奏します。最初に演奏するのは宝島です。この曲はバンドの曲として使用されていたものを真島俊夫さんによって吹奏楽バージョンに編曲されました。サンバ調のリズムで自然と体が動き出してしまうような一曲となっています。私たちの息の合った振り付けとともに、明るく華やかなこの曲を皆さんも手拍子をしながら一緒にお楽しみください。Thank you.
演奏する曲は天野正道作曲の GR よりシンフォニックセレクションです。今回は31人という少人数のため中編成の楽譜を使い演奏しますが、大編成とはまた違った魅力あふれるサウンドをお楽しみください。それでは冒頭のトランペットの叙情的なソロと金管楽器の迫力あるサウンドや木管楽器の温かさのある旋律などに注目しながらお聴きください。
するのはジャズといったらこの曲、シングシングシングです。管楽器によるキレのある振り付けやクラリネットとドラムのオリジナリティあふれるソロなど、藤吉ライス全開のパフォーマンスにご注目ください。それではレッツミュージック。
水戸女子高等学校吹奏楽部の皆さんありがとうございました。で以上で終了となる予定なのですが、どうですか皆さん、まだ寂しいですよね。皆さんの声でもしかすると答えてくださるかもしれませんが、水戸女子高等学校吹奏楽部の皆さんいかがでしょうか。 OK 出ました、ありがとうございます。ぜひね、皆さんにもう一曲披露していただきたいと思います。お願いいたします。最後にマーチを演奏させていただきます。お越しいただき誠にありがとうございました。また来週21日土曜日13時より再びこちらのステージで
オーパシングシングクリスマスパーティーを開催いたします。そちらにもぜひお越しいただきたいと思います。改めて本日はありがとうございました。